選挙公認候補でございますが、本日の幹事会で、比例区に山岡健二君、三宅由紀子君両名を公認することと決定いたしました。それから地方のことですけれども、東金の市議会議員選挙に鈴木健二君、桑原智義君、これは、推薦することに、決めました。報告は以上です。挨拶事案の北山と申します。よろしくお願いいたします。ちょっとたびたびさっきから出てると思うんですけど、憲法に関してちょっと確認があるんですけれども、今日発売のですね、サンデー毎日の方でですね、小田大臣のインタビューが掲載されていまして、その中でですね、96条の規定は緩めてもいいと思いますと大臣がご発言されているかと思うんですけれども、96条に関してですね、自民党それから日本維新の会が、改正を強く主張しているかと思うんですが、仮にですね、将来的に、96条改正の発議がですね、自民党中心に出された場合、小田代表個人として、あるいは生活の党として、どのように対応されるお考えなのかということをちょっとお伺いしたいと思います。96条だけの発議ということはないんじゃないですかね。ちょっと理屈の上で、おかしいと思いますね。ですから、サンデー毎日はその後のことも僕書いてあるでしょう。緩めること自体にそのどうしても反対というわけじゃないけども、通常議決でできちゃうということになっちゃうと、内閣変わるたんびに、憲法変わるって話にもなりかねないんで、そこはよく勘案して、やんなきゃいけないということを言ってるはずです。だからまず96条を変えるっていう話ではなくて、96条は現実にあるわけですから、そうすると変えようというためにはどっちみち3分の2の両院の発議がなければ、そして国民が賛成しなきゃ変えられないわけで、ですからそのことの問題、96条自体の問題よりも憲法のさっき言った理念の話、それから築城のどこが今の世の中に、適合しないのかということを、それをしっかりと国民に、理解してもらわなきゃですね、私は、憲法改正というのは現実的にはできないんじゃないかと思います。